ントだ。
けるか。これくらいやってもらわないと。見事だぜ。やった。来たな、麦わらの一味。お前は誰だっけ。カマメ、この顔を忘れたか。俺はこのドラム王国の真の国王、ワポレ様だ。ああ、いたな、そんなの。いたか。失礼ですね、皆さん。私はちゃんと覚えてましたよ。適当に流すんじゃねえ。それにそこの骸骨、お前は知らん。会ったこともないわ。そうでしたっけ。よどっちにしろあんたなら倒しても後ろめたさは感じずに済むわ。おい、こら。俺はもう昔の俺じゃない。覚悟しろ、ワポル。王様がどれほど偉いか味合わせにやるのところへ俺たちを案内。これぞ雪国名物、雪化粧カバメ。にはまだ奥の手があるのだ。待てよ。ほっとけ。どうせ目指す場所は同じだ。パワー！ 決着しましょう！
さ。あの地獄の2年間を、今度は俺の手で、いや俺の足でナミさんを守ってみせる。タッパストルフィー頼む。ヘルメモリーズゴーシュー。よし、
謝るなら今のうちだぞ。これから貴様らは俺の奥の手に恐れおののき泣き叫ぶこととなる。俺様が今何を食べたかわかるか？どこを見てるんだ貴様ら。貴様はあの時俺様の国を潰した。誰かと思えばあの時ケツをまくって逃げたクズ国王か。そうだどっちでもいい。俺を助けてくれた奴についと勲章をやる。なんならこの国の半分をやってもいい。お前はいつもそうだ。自分のことしか考えてねえ。奥手始め。どうやら邪魔者は消えたようだな麦わら。ああ、あの時も影から見てたんだぜ。感動的だったな。弟をかばって死ぬ兄貴、涙が出ら。ぜやあんたね。何気にすることはねえ。奴は最初から死ぬ運命で、おめえは生き残る運命だった。ただそれだけのことだ。おめえに罪はねえ。だろ？お前と話すことは何もねえ。そうか。俺なりに礼を尽くして慰めたつもりだったのによ。いいさ、麦わら。そんなに死にてえなら、今すぐ兄貴の隣で眠らせてやるぜ。Ugh.
やっぱりオイラおめえらの仲間になれねえかな。考えたんだ、オイラ今でも親分の役に立ちたいけど、オイラの分身が親分の役に立ってくれるならそれでもいいかなって。ルキキ、だからオイラはおめえらの仲間に。お前は仲間にしねえ。なんでだよ、どうしていくか決めるのはオイラだって言ったろ。仲間にはしねえ。ちょっとルフィ。ああなったら何を言っても無駄だ、諦めた方がいい。タヌキは一匹で十分ってことだ。俺はタヌキじゃねえ。なんでだろうルフィ、俺の時は仲間になるの断ってもしつこく誘ってきたのに。心配すんな、お前が本気で俺たちの仲間になりてえって思ってるならルフィはきっと仲間にしてくれるさ。ウイラが本気で仲間になりてえと思ってるならな、お前なんでパトって名前なんだ。親分がつけてくれたんだ、名前の意味はよくわかんねえ。そっか、でもいい名前だよな。俺の名前はな、あの桜を咲かせたドクターが。こいつは強力だぜ。もっと頑張るぞ。レッド、この島でやり残したことって何なのかしら。そういや、そんなこと言ってやがったな。彼を追うことばかりに気を取られていたけど、それが分かれば先手を打つこともできるかもしれないわ。見た。は悪魔の実を手に入れることだ。どんな能力の実かは知らねえけど。教えていただけるのはありがたいのですが、我々にそんな重要なことを話してもいいんですか。本気で仲間になりてえって思ったら仲間にしてくれるかもしれねえんだろ。だったらおいら少しでもおめえらの役に立てればって思って。でも身を探すって言っても何の手がかりもないんじゃね。身なんかくれてやりゃいいじゃねえか。てめえは単にもっと強くなったあいつと戦いてえだけだろ。身の情報を持っているのは彼一人なのだとしたら、このまま後を追った方がいいかもしれないわね。よし、決まりだ。やつの後を追うぞ。街が元気になるわ。
あなたたち想像以上よ。素敵、センスあるわね。今日はお休み。無理しないでね。いい？お願いね。